ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第351回配信を撮っていきたいと思います。今回は前回のスノークローク、ダンジョンを抜けたところからスタートです。無事に帰ったようだね。それでスノークローク代表壁の内部の様子は？なんと氷の巫女その人と会ったというのか。イゼルと名乗るその者はエーテライトを通じて消え去ったと。なるほど、クリスタルの奪還こそならなかったが、異端者たちが使っていたエーテライトを発見できたことは大きな収穫だ。先発隊である君が道を切り開いたことで、神殿騎士団にとって本格的な調査が行われるだろう。氷で閉ざされたクルザス西部高地方面の道が開かれれば、異端者のアジトについての捜索も進展するに違いない。それに我々クリスタルブレイブとしては、何よりもイシュガルドとの共同作戦を展開できた意味が大きい。彼らとの協力体制を確立する足がかりとなるからね。そのためにも異端者による蛮神シバの召喚は何としても防がねば。ミンフィリアにもこちらに向かってもらっている。ことは一刻を争う事態だからね。いちいち石の上に戻っていられないさ。彼女や賢者たちを加え芝対策を練ろうではないか。蛮神問題こそ暁の決明で対処すべき事案なのだからね。オコンプリート。そして次のクエストが出てます。ちょっとこれだけ受けていきますかね。ではアルヒノさんにレベル50クエスト、氷上の追撃。スノークローク代表壁のアルフィノは冒険者に手伝ってほしいことがあるようだ。ちょちょ。ミンフィリア、来てくれたのかい。先ほどまでフォルタン家が所蔵する文献から聖女シバについて探っていたの。シバはイシュガルド正教の聖典において最初にドラゴン族と交わしたとされる存在。イシュガルドの民はその行為を不浄とし、史上初の異端者として忌み嫌っている。一方で異端者たちは心清らかな聖女と考え、ドラゴン族との融和の象徴と見ている。ウリエンテさんと様々な文献を探ってみたのだけれど、得た情報はここまで。フォルタン家の文献からもこれ以上の成果はなかったわ。シバについて残されている情報があまりに少ないの。まるで何らかの意図を感じるぐらいに。君が代表壁の奥深くであったという氷の巫女を名乗るイゼルという女、何か手がかりになるようなことは言っていなかったか。確かにイシュガルドの民とドラゴン族との戦いは、イシュガルド建国以来千年戦争と言われるほど長い時を戦い続けてきたと言われている。それを氷の巫女は止めると言った。なぜかしら。坑道内の氷壁を補強しつつ調査を進めるんだ。崩壊による遭難に常に留意するよう調査隊に伝えろ。は、伝令いたします。アイメディック教キーデンら旧敵ドラゴン族との戦い、この理由を聞いたところで聖教の司祭たちが聖堂で語るような話しか答えていただけないのでしょうね。そうだな、クルザスは先神ハルオーネが我らに与えた真意の地、これを狙うドラゴン族には剣と槍で抗うべし。聖教の模範解答としてはこんなところだろうか。無論君たちにこの教えを受け入れろとは言わない。なんせ戦いが始まったのは千年以上も昔の話だ。
聖典の記述が事実か否かを客観的に証明する方法など私は持ち合わせてはいない。あいにく過去を見るようなことなどできないのでね。さてこのような回答では困るかな。いえ十分ですよ。イシュガルドの民にとってドラゴン族との戦いは聖戦であり宗教行為と聞いたことがある。これを止めようというのならそれこそ神の力でも使わぬ限りは無理か。でもシヴァは神ではないわ。聖女シヴァが人であったことはイシュガルド側も異端者側も見解は共通しているはずよ。ただ万神は願いによって現れる。つまりそれが伝承上の人であっても祈りとクリスタルによって顕現させることは可能ね。以前モーグリ族が召喚した禅王モグルモグ12世の剣もあるわ。あれもまた神ではなく伝承上の王だった。異端者にとってシヴァはドラゴン族との融和の象徴。戦いを止めるために祈りを捧げる氷の巫女たち異端者が聖女シヴァを召喚するには不可能と言い切れないか。それに相次ぐ物資の襲撃によって異端者にクリスタルが奪われているという事実もある。聖女シヴァを権限させようとしているなら止めなければ。あれは大地も人の心も腐らせるわ。行動内に入った調査隊からの一報だ。調査隊に同行したパパリモたちが最深部にあったエーテライトの一時調査を終えたらしい。残留していたエーテルの流れを測定した結果、イゼルは西方に向かって転移したことが明らかになった。しかし追っ手を防ぐための妨害か転送先のエーテライトが機能を停止しているようだ。氷の巫女を追う方法を探さなければ。こちらで手段を探してみます。エーテライトのことならシャーレアンのみんなに聞いてみた方が早いでしょう。了解だ。この件は暁に任せよう。行動内も引き続き調査が行われている。何らかの移動手段が見つかるのを待つしかないな。シャンメイ、暁の皆がエーテライトの問題を解決するまでの間、少々手伝ってほしいことがある。我々を後方から突こうとしていた異端者の別動隊に生き残りがいたようなのだ。クリスタルブレイブの第三分隊が追っているのだが、地の利を生かされて苦戦しているようだ。この追跡に力を貸してほしい。もちろん第三分隊だけでも叩けはするだろう。だが、ここはイゼルの逃亡先に関する情報を得るためにもなるべく異端者を捕獲しておきたい。何よりまだ若い組織であるクリスタルブレイブの隊員に実戦を通じて英雄の戦い方を学んでほしいのだよ。助かるよシャンメイ。詳しいことはクリスタルブレイブの第三分隊長ユユハセから聞いてくれ。私は一度アドネール先生台まで戻るつもりだ。どうやら帝国軍の密偵の件で進展があったようでね。イルベルト隊長と合流し対策の指揮をする。この場の確保についてはアイメリク教と神殿騎士団に任せるとしよう。ではよろしく頼むよ。さあではメインクエスト気になるところでありますけども、このあと、古代の民の迷宮クリスタルタワーの1個目のダンジョンですね、こちらに挑戦していきたいと思います。ムービーだけ撮っていきたいかと思います。
すまん、待たせたな。ははっ、お手柄じゃねえか。クリスタルタワー解明の歴史にあんたの名前が刻まれたってわけだ。それにしてもなんて広さだ。さすが栄華を極めた大帝国の名残だな。委員会の調べによると、クリスタルタワーは太陽の力を集積するために築かれたらしい。まったく規模のでかい話だぜ。それで内部の防衛機構はどうだった？あんたの様子を見る限りかなりの激戦があったらしいが。輝く極刀を持った極の男と戦っただと？なるほど、アラグ帝国革命の英雄ティターンか。すごいな、それだけでわかるのか。歴史はそれなりに詳しいもんでね。特にアラグ帝国については知識と因縁があるのさ。まあ古くせえ文献の受け売りだよ。クリスタルタワーを守るのは過去の偉人や英雄なんだと。アラグの魔化学で蘇生され強化されているらしい。親方、あれを見てください。あれはクリスタルタワーの祖母。いよいよ噂に聞くシルクスの塔のお出ましか。全門たる古代の民の迷宮の踏破はノアにとってかけがえのない第一歩だな。よくやってくれたぜシャンメイ。ひとまず聖コイナク財団の調査地に戻ろうぜ。先が長いならなおさら休息がてら作戦会議だ。お疲れさん。お、古代の民の迷宮が終わったようですね。では聖コイナク財団の調査地まで報告に向かいたいと思います。さて、聖コイナク財団のところまでやってまいりましたので、グーラハティアさんに報告をしていきます。お、待ってたぜ。あんたの報告を聞かなきゃ実地調査の結果はまとめられねえからな。疲れてんだろうが今後のこともある。一息ついたらすぐに作戦会議を開くぞ。お、コンプリート。あ、意外とあっさりと報告は済みました。じゃあとりあえず次の復元も受けていきますか。レベル50クエスト、ノアの調査記録。グーラハティアはノアの作戦会議を始めたようだ。受注。それじゃあ早速ノアの仲間を集めて作戦会議を始めるとしようぜ。と、こっから先はラムブルースの役目だな。全員帰還したことをあんたから伝えてやってくれ。あ、これでラムブルースさんに報告。おかえり、よくぞ無事で戻ってきてくれた。古代の民の迷宮を掃討したという報告は受けているぞ。君が持ち帰った情報は私の尾行と合わせてクリスタルタワーの調査記録にまとめておく。知りたいことがあったらいつでも声をかけてくれ。さて早速だが、今回の調査について総括しよう。あ、いろいろくれる。でもどれもあるんだよね。今回の調査で我々ノアは転送装置に至る道を確保し、城を取り巻く古代の民の迷宮を踏破した。内部を探索したジェリーフィッシュ君の証言によると、迷宮の防衛機構は生きており、アラグの英士たちも活動していたという。やはり危惧していた通りか。クリスタルタワーは地形の変動で現れただけじゃない。何らかの理由で数千年の時を経て再起動したんだ。
復活の真相はおそらく塔の中。復活封印するにしてもそいつを確かめておく必要があるな。そうは言っても簡単にはいかねえぜ。古代の民の迷宮の先にはどんな防衛機構が待ち構えているやら。ならば当面は塔への侵入経路を確保するためにも防衛機構の解析を最優先としよう。シド、引き続き君に頼めるかい？あ、任せてくれ。オイラたちも手伝うっす。親方が社訓のために戦うってんだ。これはもうガーロンド・アイアンワークスの総力を挙げて協力させてもらいますよ。お前たち、ああ、頼りにしてるぞ。それじゃ、俺はしばらく旅に出るぜ。久々に修行して、次こそクリスタルタワーに乗り込むんだ。やっぱ、武勇伝は生で見ないとな。あなたも指導手伝うのです、グーラハティア。それとも、今までの勝手を委員会に報告しましょうか？俺の方が偉いっつうの。まあ何にせよあんたの代わりはできねえんだ。シャメイ、しばらく出番はなさそうだが、生蔵になるなよ。今回、次回の調査も必ず成功させようぜ。そしていつかアラグ帝国にまつわる全ての歴史を暴く。ノアとして絶対にな。では今回の会議はここまで。次回の調査に備えそれぞれ自分の役目を果たしてくれ。解散。こりゃ派手に壊したもんだ。おかげさまで正々堂々中に入れる。冒険者ってのはなかなか使い勝手がいいじゃないか。俺たちにとっちゃ光の戦士様っていうよりは略奪者様って感じだけどな。まあお前が頼りたくなるのも分かったぜ。古代アラグ文明の遺産か。塔の上から検出された未知の力はあのアルテマウェポンと同等、いやそれ以上。く、面白そうな玩具を見つけたぜ。全てを奪われたと思っていたが、悪運だけは俺のもんらしい。俺の野望は尽きない。この夢は終わらせない。付き合ってくれるよな、ガーロンド。あ、ネロさんだった。生きていらっしゃいましたか。そして次のクエストがまだ出ておりますので、ちょっと受けるとこまでやっとこうかな。じゃあレベル50クエスト、シルクスの塔。調査団ノアのラムブルースは頭を悩ませているようだ。受注。ああ、君か。クリスタルタワーの調査状況の確認に。そうか、残念だがまだ良い報告はないんだ。無駄足を踏ませてすまない。前回の調査で突破した古代の民の迷宮についてはその後の調査が進んでいるのだがね。さらに先、シルクスの塔への侵入方法がさっぱりだ。ほら、クリスタルタワーの前に侵入者を殲滅する発見士の前庭があったろ。構造は違うが、シルクスの塔の入り口も防衛機構で固められてるのさ。
しかもすげえ厄介なやつ。俺と指導であれこれ試しちゃいるが、何の成果も出やしね。頼みますよ、本当に。ともかく晩酌尽きていてね。君の手を借りようにも突破の糸口さえつかめていない状況だ。時間はかかるが、古代の記録を洗っていくしか。ならばその貿易庫、僕らに見せてくれないか。なんだ？睨まないでよ、賢人さん。私たちはあんたたちのノアの味方なんだからね。私はウネ、隣の暗そうなのがドーガ。古代アラグ文明の研究を専門にしてるんだ。バルデション委員会の命で調査を手伝いに来たよ。ウネにドーガ、今時珍しい古風な名だな。しかし君たち、その名を委員会から聞いた覚えはないし、本部の消滅騒ぎでそれどころではないはずだが。では連絡が行き違ったのだろう。信じてもらうしかない。グーラハティア、どうしました？なんか目が。でも大丈夫だ、気にするほどじゃない。驚いた。よく見たらその右目、私たちと同じ目だね。同じ目？まさかあんたたちも高潔の魔眼の持ち主なのか。この目について知ってることがあるなら教えてくれ。血のように赤い魔眼は失われたはずのアラグ人の特徴のはず。なのに俺は親父からこの目を受け継いだんだ。祖父も親父も祖父から。でも兄弟の中で目が現れるのは決まって一人だけだ。その意味を俺はずっと探してきた。すまないが僕らではその答えを示せない。確かなのはこの目とアラグに因縁があるということのみ。そしてお前がその因縁に導かれてきたように、僕らも己の存在理由を果たしに来た。これでもまだ信じるに足らないだろうか。なあ、調査に加えてやろうぜ。拒んだとして他に有力な当てもねえだろ。あなたの決定であれば拒みはしませんが、君たちの存在については後ほど委員会に確認を取らせてもらう。それで構わないな。よろしい。ウネとドーガを相談役としてノアに迎えよう。二人に防衛機構を見せ意見を聞こうじゃないか。ありがたい、きっと役に立てるだろう。ジェリーフィッシュ、君も彼らと共にシルクスの塔の入り口へ向かってほしい。現地のシドから防衛機構について聞いてくれ。シルクスの塔へは発見士の前庭で調査をしているビックスたちに声をかければ案内してもらえるだろう。よろしく頼むぞ。俺も行くぜ。あんたとこいつらがいたらなんだか歴史が動きそうだからな。では今回はここまでにしたいと思います。第351回ご覧いただきありがとうございました。次回は、クリスタルタワーまで赴いて続きのクエストを受けるところから始めたいと思います。では失礼します。